昨日、今年の事務納め式を終えた久留米市役所の本庁舎では、午前8時半から一部の窓口を臨時で開いています。窓口で転入・転出の手続きや各種証明書の発行を受け付けるほか、介護や子育て、生活の困窮などに関する相談にも応じています。昨日までが仕事だったので、休みのきょに来れました。 すごい、はい、助かってますねあの仕事納め終わった後に来れたんで臨時会長は平日は訪れにくい市民のニーズに対応したもので本庁舎のほか4つの総合支所でも一部のサービスを実施しています臨時会長は今日午後5時15分までで年明けは4日が仕事始めです